待ってシザ、あなたちょっと歩くのが早いわよ。迎えに来たくせにこっちのことなんて考えてないんだから。私の客人を部下に任せたまま放っておくわけにもいかない。どうかしたの？これはなんだ。私の行く手を阻むために置いてあるのか。はっ、おそらく兵士の私物を一時的に置いているものと思われます。本日害虫駆除のための燻蒸消毒を各部屋で行っておりましたので。そうか、私物か。では粉砕しても問題はないな。それ人のものでしょ？何もそこまで粉々に壊さなくてもいいじゃない。私にとって邪魔だと思えるものは全て壊すと決めている。通路に出しておいたものが悪い。同情の余地などないだろう。でもクックプー、ここの始末をしておく。はいさあ、ちなみに俺はクリップです。今の個人の荷物でしょ。大事なものだってあったかもしれないのに、それを壊すなんて最低よ。形があるものはいずれ壊れるものだろう。大事なものであればあるほど、その最後の瞬間は美しく壊れる方がいい。私は大事なものを壊す瞬間が一番好きだ。砕けた時の何とも言えない切なさが特に。今のは私の大事なものではなかったから、さほど感動はなかったものだ。腕が疲れただけだ。あれの持ち主は厳罰に処そう。指定されたビスケットと紅茶の用意ができております。海軍はイケメン揃いだね。さあ座れ。そしてビスケットを心ゆくまで食え。歯を突き立て噛み砕いて破壊の感触を堪能するといい。どうした？こんなに破壊的に美味しいものをお前のために用意してやったんだから食べろ。早く食べないと私が全て食べてしまうぞ。それにしてもすごい食べっぷりね。
して食べ方としては汚いのに、口元や服は一切汚れていない。バリバリボリボリ、こんなに食べ続けて喉は乾かないのかしら。食べることを強要されたらどうしようかと思っていたけど、しまった。お前のために用意してやったのに全部食べてしまったではないか。おいローリー、新しいビスケットを持ってこい。ルーラーですよ。さあ、そんなことはどうでもいい、早く持ってこい。審査員を満足させるために10巻ぐらい用意しろ。あのお気遣いなく、私今は食べたい気分じゃないから。いいからすぐに。申し訳ございませんが、それはできません。在庫がございませんので、新しいビスケットをご用意するのは最短で明日です。そもそも今見ている限り、館長しか食べていらっしゃいません。館長が自ら決めた一日のビスケット摂取量を現段階で超えてしまっております。貴様、私の命令が聞けないのか。時計ワニに頭から食わせるぞ。館長ご自身の命令ですので、ご容赦ください。私はあくまで言われたまま任務を遂行しているだけに過ぎません。チッ、頭の固いやつだ。その命令を出したのも私なら、命令を覆しているのも私ではないか。ですが館長はいつもおっしゃっているではありませんか。どんなことが起ころうと、決して途中で命令を覆すことは許さないと。だからこそこんな人の補佐が務まるのかもしれないわ。シザーとの接し方を補佐官の二人から習うという手もあるわね。せっかくお前のために出してやったのに意味がなかったな。必ずまた来い。いくらでも用意してやろう。これって私を理由にして自分が大量にビスケットを食べたいだけよね。とても人に食べてほしいと勧めているようには見えなかった。食べてもらえるのは嬉しいわ。毎回お菓子を押し付けられるのは嫌だけど、これなら安心して通えそう。報告します。前方東の方角に海賊船を発見いたしました。命令をお願いします。さあ。海賊だと。ジェームズ・フックか。いいえ、別の海賊です。おそらく最近商船を狙ってうろつき回っている海賊だと思われます。そうか、ジェームズ・フックと違う海賊ならやる気は半分だな。総員配置につけ。ただいまより我が艦は海賊との戦闘に入る。え、戦闘？待って、私はどうすればいいの？どうするもこうするもない。目の前に破壊対象があるのに放置しておくわけにはいかないだろう。じゃあせめて私を降ろしてからにしてちょうだい。巻き込まれたくないわ。心配なら私のそばにいればいいだろう。ジェイムズ・フックが相手ならまだしも、小さな商船を狙う海賊などたかが知れている。ついてこい。ビスケットを食べさせてやることができなかった。海軍の戦いなら見せてやれそうだ。あんまり見たくなって、ちょっと。私のことを知りたいんだろう。
敵船はこちらに気づいて逃げようとしています。見る限り人数も少ないようですし、大砲も持っていないようです。さて、こちらの大砲はどうしましょう。必要とあらばすぐに砲弾の用意をいたしますが。雑魚海賊に砲撃はもったいないが、新しい大砲の練習にはいいだろう。先日積み込んだあれの性能を試すいい機会だ。おは、いきなり実戦デビューですか。慣れていないと当てにくいですから、あんなに小さな船相手だと砲撃士は嫌がりそうですね。なんとかしろと言っておけ。準備ができたら連絡してこい。はい、さあ。砲撃の準備が整う前に奴らの風上に回るぞ。いいか、逃がすなよ。海軍の名にかけてあの船を粉砕する。ねえ、相手は大砲持っていないんでしょ。それなのにこっちは大砲使うなんて卑怯じゃないの。海のゴミに対して卑怯も何もない。こちらが攻撃を仕掛けなければ、奴らはちょろちょろと逃げて海を汚す。それにあの海賊船は小さいが、その分この船よりも足が速い。目の前のゴミを見逃す間抜けな失態をお前は私にしろというのか。そういう意味で言ったんじゃないわ。海賊を逃せば今後被害者が出るでしょうし。テキパキと指示を出してる時のシザーは少しかっこよかった。この人、もっともらしいことを言っているけど、戦闘を楽しんでいるだけじゃ。海賊なんてものは私にとっても世の中にとっても邪魔でしかない。粉々に粉砕してやる。跡形もなくなるほど粉々になるといい。この表情、さっきも見たような気がする。あ、分かったわ。破壊活動が楽しいだけでしょ。ああ、その通りだ。私は破壊が大好きだ。全てのものを壊したい。相手が海賊であれば、大きなものでも公務として堂々と破壊できる。私は海軍になってよかった。こんな人が海賊にならなくて本当によかったと思うべきなのかしら。艦長、こちらの大砲の準備は整いましたが、敵から白旗が上がっています。どうしましょう。白旗だと？くだらん。そんなもののために破壊をやめるわけにはいかない。撃沈してしまえ。でも向こうは降参しているんでしょ。あれは海のゴミだぞ。ゴミの主張を聞いてやる義理はない。やっぱり自分の楽しみのためなんじゃ。いくら相手が海賊だからといってもあれじゃかわいそうだわ。つまらん。簡単に沈んでしまった。もっと派手に粉々になると思ったんだが、新しい大砲は思ったより爆破の威力が小さいのか。ねえシザ、白旗を上げている相手を攻撃するのはやっぱり良くないと思うわ。白旗？さあ、何のことだ。お前の気のせいだ。気のせいじゃないでしょ。白旗は降参の印なのに、どうして攻撃をしたのか聞いているのよ。なかったことに対しておかしなことを言うやつだ。この海のどこに白旗なんてものが存在したか言ってみろ。海賊など
問答無用で壊すのみだ。目の前に邪魔なものがあれば破壊する。それが私のやり方だからな。あなたは海軍でしょ、正義の味方じゃないの？私の正義とこの海の正義は私が決めることにしている。ああもう、どうして参加者ってまともな人がいないのかしら。何でもいいから早く元の世界に戻りたい。シザーはまだまともだと思ったんだけど、ちょっと早まったかもしれないわね。海賊より悪人みたいな顔をしていたわ。さて、明日はどうしようかしら。どこへ行こう。